はい、えー、スマホで元ブログの解説動画です。昨日ね、あのー、バイクに乗った時に実際にどうやっていたかの解説です。えー、ちなみにね、えー、マイカはこうマスクは普通のこういう、まあマスクですね。えー、この中に、コンデンサマイクをモフモフに包んで、このあたりですかね。こうやって挟んでました。これだけです。 えー、まあ、コンデンサーマイクはね皆さんよく持ってらっしゃるんだったらバッファローのですかねあの元ブログやる方がよく持ってらっしゃるあれでいいと思いますでだからも、えー、とバッファローなんかのコンデンサーマイクだとこれでねここのところが、あのー、3極の弱になっていると思いますので変換アダプターをかましてこっち側を最終的にねあの4極にしてください。あの まあ、アンドロイド機の場合、アンドロイドのスマホの場合、今ちょっと話してますんで、これをただね、普通通り、あの、弱くに挿してもらうと。こんだけですね、マイクはね。それで、えー、アプリは、えー、オープンカメラですね。これを使ってもらって、えー、設定の中からですね、えー、ビデオの設定を選んでいただいて、えー、この中の、 音声録音ね。あのビデオの撮影時に音声も録音しますもちろん、あのオンにしておいていただいて、もう一つね、録画中は画面を固定するっていうのがあるんですね、項目で。これもオンにしておいてください。これやると不要意に手が触ってもね、あの録画が止まっちゃうっていうことがないみたいです。昨日の場合ね、あの、何回のうちにやっぱり手が触ってたんでしょうね。だから録画が途中で何回か止まるっていうことがあったみたいですけど、 これをオンにしていただくといいかなと思いますね。えー、そういうことですね。だから、あのスマートフォンの Android 機の場合特にね、このオープンカメラ絶対入れてください。これじゃないと録画できないと思います。えー、まあ、スマートフォン側の設定もそんだけかな。だと思いますけどね。えー、あとね、あのー、ネックマウントにしてましたけど、まあ、普通よく売ってるこれネックマウントですね。ただ、工夫としては僕の場合これ、 全体がね落下するのを防ぐのにこれショルダーストラップをここにつけてますでここから先ですねここが開いて、えー、スマートフォンが落ちるっていうのを気になるという方はねあの後ろにこうたすきがけにするゴムのバンドみたいなのをネット検索すると売ってますんでそれ買ってもらうとこっち側の部分からスマホこ,この部分から落ちるっていうのはそれで防げるんじゃないかなと思うけどまあ他にもね いい方策があるかもしれませんね。それはまあ、ちょっとご自分で研究されてみてください。僕は昨日の場合、別にここにスマートフォンを挟んでいるだけで、このまあ、ショルダーストラップね、つけてるって、これ、首にかけてるだけで全然大丈夫でしたけどね、ちなみにまあ、可能性としてはここは樹脂でできてるんで、これが折れちゃった場合に、このショルダーストラップをつけてれば、これで止まるうんで、いいんじゃないかなと思って、これつけたんですね。で、使ってたヘルメットは昨日のは、これですね。 オズベのトルネードを使ってました、えー、このヘルメットの場合ねほらシールドを落としても、えー、目のとこまでしか来ませんので口の部分が完全にね開いてましたねだから全くあのシールドが口元のいないヘルメットでも録画が、まあ、できるっていうことが昨日のあれで証明されたかなと思うんですけどねちなみにこれ使ってる僕マイクですけどえー、っとねこれあるかな あたりましたねこれね、あのー、ソニーのコンデンサーマイク、電話録音用の ECMTL3 というモデルなんですけど、これ別に使う必要ないです、全然。これね、あの時骨伝導がこっち側に入ってて、こっち側がコンデンサーマイクになってるんですね。で、たまたまこのマイクしか僕持ってなかったんで、えー、新たにバッファローのマイクね、買うのももったいないかなと思って、ここのコンデンサーマイクの方ですね、こっちで録音すればいいじゃんと思って、これでやってたんですね、昨日ね。<laughs> でだからこれじゃなくて通常よくモトブログやってる方が使われてるバファローの5600円もしないのかなあのマイクでいいんじゃないかなと思いますけどね、えー、もちろん他のマイクでもいいと思いますであのー、あれですねこれはあのー、変換アダプター入れてますけど、あのー、コンデンサーマイクでね別に最初からここが4極ここ横線3本入ってるのは4極ジャックですねこれになってるのもあるんで こあのバッファロー以外のメーカーさんで、最初からね、ここがコンデンサーマイクで4ックになってるモデルでもいいと思います。そこはまあ、お好きにやってみられていいかなと思います。あのちなみにね、iPhone の場合はちょっと、僕が iPhone 使ってないんで、そこがはっきり実験できては,はないんですけど、1年前にね、えー、スマホで元ブログができるのかっていう動画を上げてますんでね、そっちでの時にね、あのちょっと詳しく調べて、iPhone のこともちょっと喋ってるかもしれません。 えー、iPhone でね、スマホで元ブログやりたい方は、そっちの動画もちょっと合わせてね、参考にしてみてください。欄外に URL アドレス、それについては貼っときます。ということでね、昨ののあれであの分かったことは、えー、ネックマウントにするとね、好きなヘルメットで元、えー、ブログができるというお話でした。まだチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。